ドジャースケ選手、素敵なこと言ってくれてる。翔平とチームメイトになれることはボーナスのようです。翔平を3試合や6試合ではなく162試合も見られるのはフェアじゃないよね。みんなが日々彼のことを見る必要がある。大谷エクスペリエンスが楽しみだね。まあプロ中のプロにこう言わせるんだから、まあそういうことやね。世界一のプレイヤーを目指しているんだから、こういう評価が一番嬉しいんじゃないかね、大谷翔平は。会見に同席してくれてきてのことが好きになるやん。この発言もとても嬉しいね。聞けってくれてるね。なんだよ、二人のヘルナンデスはどっちも良い人かよ。ウォルシュが以前言ってた、翔平には毎晩驚かされる。って軍の人たちが感じてた興奮を、ど軍もそっくりそのまま感じさせてくれや。聞けから名言出たな。今季は何が起こるやら、今季は10月に野球する大谷を見られる期待でワクワクするな。大谷エクスペリエンス、最高やん。大谷エクスペリエンスと聞いて、ゴールドエクスペリエンスが浮かんだ。聞け優しい。ドジャースの皆がサポートしてくれるのは心強いやろ。トラウトも、勝利を見るのはワクワクする。それが彼の魅力だと言ってたな。聞けのコメントは素晴らしい。大谷と同じチームメイトになれることを喜んでいる姿勢がたまらん。大谷のプレーを毎日見られることを楽しみやね。むちゃくちゃ憧れてるやん。聞けほんと素敵やね。大谷翔平ファンは、これから翔平の夢を一緒に叶えるために応援ができる幸せ。聞けとマンシーがそれぞれ、記者からの質問を受けて、大谷への精神的な全面バックアップを約束、宣言したのは心強いやろ。あの会見で聞けとケリーがいてくれたこと大谷も安心やね。素晴らしく、的確な表現能力や。聞けはエンゼルス時代のホセ・イグレシアスみたいになりそう。本当に聞けの言う通りや。渡米を発表した時から待ち続けて、年間でエンゼルスとの数試合でしか見れなかったのが、今年は残り158試合は見れる。ファンもこんなに幸せなことはないやろ。